今日も元気でいってらっしゃい。今日も一日ガキどもビシバシだ。来る頃だぜ。ラスカルって先生の自転車がよ。緊張したぞ。このモール様は穴掘りの天才だからな。じゃあついに完成、恐怖衝撃究極の特大落とし穴。そうです、よりによってあの情けないモールを送り込むとはどういうことだ。心配はいりませんでゲス大魔王様、モールには強くなるマエックスを持たせたでゲスから。強くなるマエックス、魔界の科学者が開発したドリンク剤でゲス。弱い者ほど強く変身できるという。弱い者ほど強くなれる薬か。これは面白くなりそうだ。来た来た、ムネゴン。ラン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 。やったー。ドルゴンゾウジさん、ドクロソだ。こら、誰がドルゴンゾウジさんだ。もう怒ったぞ。こうなったらこの強くなるマエックス。脅かしやがって、引くところだったじゃねえか。こうなると思ってたんだ。すべてこのモール様の作戦通りだ。よこせ。いやだ。あれ、園長先生、ラスカル先生は？皆さん、今日は皆さんにとても悲しいお知らせがあります。実はラスカル先生が今朝学校へ来る途中、トラックに轢かれて。よいさ、あのほいさ、カリンの先生がなんだって、今度は絶対外に出られない深い深い落とし穴だぞ。よに、しすぎたかな。これも作戦通りなのだ。本当だよ。あ、余計？皆さん、おはようございます。はじめまして、雪女の大雪です。皆さん、仲良くお勉強しましょうね。寒い。なんだこりゃ。あら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 、おゆき先生、少し冷房が効きすぎよ。あ、すみません、私緊張しちゃって。緊張？私、気持ちが高ぶると体温の調節ができなくなっちゃうの。クラスごと任されるのって初めてなもので。あらあら、まあまあ、皆さん、ちょっと気の弱い先生なので、あまり刺激しないように。出ないと遭難しますよ。はーい。さのほいさ、さのほいさった。
今度の作戦はすごいぞ。完璧だ。なんて完璧な作戦なんだ。さあ、1時間目は魔法師ですね。魔法使いの成長のところから、11年続いたゴブリンの乱の後、この国では呪文一揆が起こりました。あれ先生。は、はい。呪文一揆は妖精国で起こったんじゃなかったですか。ちょっと待ってくださいね。チーネちゃんすごい。昨日予習しましたから。キャ呪文一揆、呪文一揆、呪文。ああ、ボットだわ。恥ずかしい。すべて何なのこれ。つまりシーネちゃんが刺激しちゃったってことよ。ごめんなさい、ごめんなさい。私魔法師は苦手で。先生、それなら他の科目やったらいいと思います。そうだよ先生。じゃあ2時間目の理科をやりましょうか。もう余計なこと言って刺激すんじゃねえぞ。言われなくたって僕だって遭難するのはまっぴらごめんだよ。理科。うわっ、虫や海の絵が。うわっ。この辺りだな。まいったか。ちゃ変だな。あらあら、道路工事のおじさん、ご苦労様。誰が道路工事のおじさんじゃい。地下鉄工事のおじさんだったのかしら。どうしましょう。先生、国語にしましょう。そう、作文の宿題出てるし。そうですか。じゃあ、これで落ち着ける。それでは宿題の作文を一人ずつ読んでもらいましょう。それじゃあ赤ずきんの子から。はい、大好きなセラビー先生。1年バナナ組チャチャ。私のお師匠様セラビー先生は優しくてかっこよくて大好きなキリコン先生です。その作文、私に当てつけてるでしょ。許せないわ。キャチャちゃん、ヤコちゃん。喧嘩なんて、教室で喧嘩だなんて。先生、安心して、私たち本当はとっても仲良しなんです。ほら、見て見て、この通り。ランランラン。よかった。おい、こっちに凍ってるよ。それじゃあ授業を続けます。次は赤ずきんの横の子。はい、読みます。毛玉1年バナナ組リーヤ。庭でふわふわの毛玉を見つけた。捕まえようと思って追いかけた。でも素早く逃げるので捕まえられない。ずっと追いかけてたらチャチャが来て、それはリーヤの尻尾よ、バカね、と言った。バカです。マリンちゃん、なに？バカはあんたよ、チャチャ。リーヤ君のどこに尻尾があるってのよ。マリンさん、状況が状況だけにできるだけ穏便に。尻尾。またこの犬。犬じゃねえ。またあんたリーヤ君をどっかに隠したわね。隠してないってば。どうしてそのバカ犬はリーヤだって信じてくれないんだろう。リーヤ君を出さないと、あんたのペットをひどい目に遭わせるから。うわぁ、いじめっ子。ひどい、かわいそうじゃない。あの、あなた隣のクラスの子でしょ。うるさいわね。先生は黙ってて。怖い、なにこの子。もしかして不良。こういう時か弱い教師はどうすればいいの。分からない。出たぞ、教室だ。作戦通り本当だよ。分からない。行きましょう。分からない。
教室じゃないよな。どう見ても雪山だけど、どうして？どうやら私たち、お雪先生の心の中の異次元に引きずり込まれたようね。心の異次元？お雪先生の心の中ってこんなに寒いところなの？どうやったら元の教室に戻れるんでしょう。動揺しているお雪先生の心を沈める、それしかないわ。沈めるったって、先生はどこだ？さあさあ、あっちだ、吹雪の中心。このままじゃ本当に遭難しちゃうぞ。ここは私たちが何とかしなくちゃ。カッコつけてる場合じゃなかった。とにかく先生のところに行かなきゃ。ここはどこ？なんで俺までこんな目に。とにかくチャチャのやつを早く見つけてやっつけてやる。どんどん吹雪がひどくなるわね。それだけ先生が近いってことか。鎌倉！あれだ、先生はあの中だ。おゆき先生、おゆき先生。どこにも入り口がないわよ。行け、怪力リーヤ。おう、大穴じゃるぜ。一球パーン。あー、触っただけで凍っちゃった。ち、役立たず。私の出番のように、私が作った魔法の雪とかし薬、やっこ印の雪かきのんのん V。 この薬を一滴落とすだけで、あたり一面の雪が立ちどころに溶けてしまうのよ。こんな鎌倉の一つぐらいお茶の子さいさいよ。すごいでしょ、すごいでしょ。おおおお、凍っちゃって出てこない。やっぱり僕の出番かな。雪を溶かすには熱、魔法で火を使うものに変身すればいいんです。なるほど。シーネちゃん頑張れ。なんなのそれ。ろうそくです、火を使う。さあ、いよいよ私の出番よ。入れよ、寒さに強いもの。パーン、出た出た、ヒノクマさんだ。すごい、こんなに早く行きなさいよ。はい、行ってきます。たく、それ行け、ヒノクマさん。やった、鎌倉が壊れてくぞ。私ダメ、完全に教師失格だわ。あ、何、何の音？おゆき先生、赤ずきんの子、もしかして私に会いに来てくれたんじゃ。違う違うの、やっつけるんじゃないの。な、何、なんでいきなり白クマが襲ってくるの。誤解よ、おゆき先生。いや、来ないで。ただいま。何やってんのよ、前よりひどくなっちゃったじゃない。ごめん、おゆき先生すっかり怯えちゃって。これじゃ近づくこともできないわ、もうおしまいよ。あんなの。あ、シーネちゃん、いいや、眠っちゃダメ、死んじゃうよ。あ、まぶたが勝手に降りてく。うん、見つけた、見つけたぞ、チャチャ。まんまとこのモール様の作戦に引っかかりよって。ヤコちゃん、シーネちゃん、いいや。あ、こら、人の話を聞け。うるさいわね、誰だか知らないけど今大変なの。起きろ起きろ。くそ、無視したな、このモール様を無視したな。よし、決めた、こうなったらこのモール様がそいつらをまとめて眠らせてやるぞい。聞いて驚き、ねんねんこーりよ、おさまるがよ、こーりよ、おさまるがよ。
て。やめろ！ありがとう！おかげで助かったわ！さあ、みんなおゆき先生を沈める方法を考えるのよ！よし！うん、頑張りましょう！あのな、バカにしてー、バカにしてー、もう許さないモール、強くなるバイクス、見てろよ、見てろよ、これなんじゃモール。あなた、お友達とは仲良くしなくちゃいけませんよ。先生、あなた先生の言うこと聞かないと目しますよ。持ってよ先生。そうだよ先生。みんな嬉しい、先生嬉しい、ありがとう。これがなきゃもっといいんだけど。熱が下がらない。霜焼けもひどいし、一体学校で何があったのかしら。これ好きの怪我で学校休んでなるものか。ガキどもーす。あれ、あらあら、
そうゲス、何が強くなるマイクスだ。申し訳ありませんでゲス、モールは元々が弱すぎたでゲス。この次は大丈夫でゲス。今度はバッチリでゲスよ。本当だな、期待しているぞそうゲス。はぁ、あ、でゲス。美味しそうなのは匂いだけ。そのまずいお菓子を全部食べないと家から出してくれないっていうの。その上ケーキ作り対決を挑戦されちゃった。どうしよう、ケーキなんか作ったことないのに。次回、私のケーキは一番ダンス。